ヘルゲイングスタッドは、ノルウェー海軍のフリゲート、フリチョフ南線級フリゲートの4番艦。艦名は探検家、ヘルゲイングスタッドに由来する。ヘルゲイングスタッドは、スペイン企業のナバンティアフェロル造船所で建造され、2006年4月28日寄港、2007年11月23日浸水、2009年9月29日に収益する。 沿岸戦隊フリゲート隊に所属し、ハーコンスバーン海軍基地を母港としている。2018年11月8日午前4時、北大西洋条約機構主導の軍事演習トライデントジャンクチャーから帰還する途中、マルタ戦績の石油タンカーと衝突。同艦は沈没回避のため、岩場へ意図的に座礁させた。 しかし、何らかの理由で、沈没防止用のケーブルが切断されたことにより、水没が進行し上部を残して、ほぼ水没した。2019年2月27日、船体が引き上げられた。以降修復可否について調査が進められていたが、最終的に修復は断念された。修復には120から140億クローネの費用がかかると見込まれ、これは、 同じ仕様の心臓館を建造する費用110から130億、クローネを上回り、しかも修復が実現できるか、不確実であるためという。これにより、本館は世界で初めて創出されたイージス艦となった。ありがとうございます。